キチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、ドラフト戦略、今日は東北楽天ゴールデンイーグルス編です。はい、はい、ということで、うん、はい、もう地元ですもんね。まあまあそう、第2のふるさとなんで、うん、もうドラフト頑張ってほしい、はい、めちゃくちゃ応援してますねえ、うん、まあ、コジャも何気にね、はい、去年はね、コジャ、酒井、日向、はい、ウォーターズ、うん、松田、中島、大内、青野、はい、っていうね、うん、ところで、まあ大学生と高校生うまくシャッフルしながらね、はい、取ったドラフトっていうところになりましたけども、うん、はい、でもあれなんでしょう、知ってるんでしょ、ドラフト1位。いや、もう私はもうね、知ってるんですよ、うん、じゃあちょっと言って、もう1位、うん、もう早速言っちゃっていいんですか。もう1位言って、教えて、うん、決まってるんでしょ。もう決まってます、うん、第1回選択希望選手、東北楽天、中村優斗、愛知工業大学。おー、まあ、そっち。はい、いや、これはなぜかというと、うん、右が欲しいんですよ、うん、もう今左が揃ってきてるんですよ、うん、早川投手いて、藤井投手がいて、うん、で小社投手も左じゃないですか、うんうん、で今も結構若手で3枚いるんで、うんうん、ってなると今右が結構ベテランなんですよ。庄司だよ、庄司。まあ庄司とちょっと手術とかがあるので、うん、でこう今田中投手がこうどれだけカムバックしてくるかわからない、うんうんうん、で岸投手ももう多分40とかの年なんで、うん、岸はね、うん、来年41歳。あ、41か、うん、今40か、うん、ってなるとやっぱりちょっと若手の即戦力の右ピッチャーが欲しい、うん、滝中投手もちょっとこう良かったり悪かったりっていうところもあるので、うんうん、即戦力、ムーチ投手もそうなんですけど、うん、まあ、こう投げたり投げなかったりっていうところもあるので、うんうんうん、やっぱり世代の一番いい右ピッチャーが欲しいっていうところで中村投手に、うんうんうん、まあ、本当だったら松井とか藤井平、うん、あと高田ね、はい、駒子とかもう出てきてくれなきゃいけないんだけどね、なかなか出てくる、ね、ちょっと安定感ないもんね。で、藤平投手はもうリリーフで今もう完全にいい感じなんで、先発じゃなかったもんね。そうなんですよ、うん、まあ、2軍で抑えとかもやってたしね、藤平はね、はい、うん、俺でも知ってんねん。知ってます。そっちちゃうねん。違うんですか。どこどこ。第1回選択希望選手、東北楽天、篠木健太郎。おー、そう、法政大学。いきます。やっぱりちょっと楽天も独自性あるやん。はい、ありますね、うん、くじ引き引きたくない。はい、あるやん。ありますね。俺こっち行くんちゃうかと思って、そしたら一本釣り可能性あるからね、うん、あで右ピッチャーで、うん、やっぱり大学の右ピッチャー、うんうん、僕知ってるんですよ。先生も知ってんの。教えたっていいですか。うん、教えて教えて、うん、第一の選択希望選手、東北楽天、岩崎俊介。そっち。そっちですよ、東洋大の右ピッチャー、うん、彼履正社高校出身で、はい、そっちと同期だと思うんですけど、細野からの、うんうん、岩崎俊介履正社ベースですよ、うん、東洋大学で先発型、うん、彼ね、本当にカットが素晴らしいんですよね。本当に先発能力がすごい高いんですよ、うん、対戦してるトートの子からちょっとこれ情報集めてきたんですけど、うん、かなり苦しいんだと、彼に対しては、うん、本当にいいから、うん、打てなかったって言ってるんですよね、うん、なので関西好きなんですよね、楽天さん。楽天関西多いんだよ、ね、それはだって、あのスカウト部長が愛嬌関西だもん。、うん、あ、だからですか。二巡目ちゃうよ、さ。一巡目一本釣りで行きます。いや、行ってもいいと。僕は寺西君とこの岩崎君に対しては、うん、すごい能力を右のね、うん、先発っていう部分では、うん、すごい将来性をすごい感じてるんですよ、うん、ゲーム作る能力も高いし、うん、崩れない、大きく崩れないピッチャーなんで、うん、彼みたいな球質のいい、うん、まあね、岸さんもいるし、教えてもらって、うん、なるほどね。初め1位でもいいです。岩崎くん、岩崎くん、おー、いいですね。でもやっぱりみんな先発は即戦力の右ピッチャーっていうことで、まあ、右やね、右ですね。俺でもドラフト3位知ってるんです。3位って2位じゃなくて3位じゃなくて3位、うん、教えてください。佐藤龍之介、富士大学。へー、富士大からいきますか。地元宮城だから。はい、言ってましたね。あの私が、そうそうそう、あのオスターね、うん、で左で、いいですよ。あ、いや、佐藤君は2位ですって。いやいや、2位で左はいらんで。3位ですか。左だから。残ってたらいいですね。お、残って、うん、残ってたら、うんうん、だって左、はい、いいやろ。そうですね。もう、まあでも数はいないのよ、左数は。そうですね、うん、早川、藤井、うん、鈴木空、はい、はもう硬いけど、うん、数いないのよ。 そうですね、そんだけしかいないのよ、うん。あとはまあ湯気、はい、とかね、まあ、唐島がいるけど、うん、あとターリーね、はい、今年で言うと、うん、だからいいピッチャーはいるんだけど、はい、数そんなにないのよ、左。まあ、確かに。で、コジャでしょ、コジャね、コジャ投手がいて、うんうん、
確かにな、先発そう思ったら、まあ、本当にその3人しかいないそう、全部使われてるんだよ、ね、そう考えたらいてもいいけどね。そうですね、うん、あそうしたら佐藤龍之介投手は2位で行ってもいいかもしれないですね。でもいいんじゃないですか、うん、右の方が良くない？いいですね。右で2巡目行っておきます。いいの押しておきましょうか、1枚行っておきますか、はい、第20戦隊希望選手、うん、楽天坂口春日、国学院の坂口くん、ちょっとね、肘の影響もあって、うんうんうん、あのちょっと評価が下がりつつあるんですけど、うん、持ってるも能力ってのは非常に高い、うん、先発で大学ジャパンの候補まで入ってたんですよね、うん、この子はしかも出身が報徳学園、関西好き、持ってる能力、球の強さ、通信、チェンジ、カット、スライダー、カーブが投げる、もう本格派なんで、うん、いやもう2位でいいピッチャーなら欲しいですよ、うん、ただやっぱり影響があるんで、うん、即と言われるとちょっと難しいところがあるので、だからそこが評価の塩梅が分かんないですけど、うん、やっぱり何年後かには必ず軸として出てきてくれると思う、うん、なるほど、僕は肘を直すことでやっぱ優先した方がいいと思ってんで、うん、今俺ドラフト3位してる、お、知ってます、うん、いい、佐藤龍之介君じゃない場合の、うん、宇野慎二郎、ほー、彼ね、はい、野手行ってます、どうします、うん、早稲田実業、うん、サード内野やね、うん、浅村も無限じゃないじゃん、はい、で右いないじゃん、いないです、そこにこの宇野君と長打力もあるし、次の浅村に育てたの、あ、いいですね、いや右がさいないのよ若いのが、そうなんです、まあ入江、うん、辰巳、うん、であとね黒川も左だし、はい、で元も左だし、右がね、こうのせっていうの、ね、で外野は吉野とか前田銀次ね、はい、右いるけどもでその上が平村林でしょ、うん、ちょっと長距離方じゃないじゃん、そうなんですよね、だから長距離砲の右の若いの欲しいなっていうところで、うん、それもずっと課題ですね、うん、右の長距離砲っていうところは、うどくん、はい、うん、でも右ピッチャーで言うんだったら佐藤龍之介投手がまあ富士大で左じゃないですか、うん、そしたら同じ富士大の安徳俊投手っていうのが、うん、いいですね、はい、富士大で言うと左は佐藤、右は安徳っていう、いるんですよ、うん、でもう一人右ピッチャー長嶋投手っているんですけど、まあ、安徳投手どうかなと思うんですよね、うん、でも出身が福岡県なんでって思うけど、福岡からその、まあ、こうお母さんに育ててもらって、うん、岩手にもう覚悟を決めて行ったわけですよ、うん、富士大に、うん、やっぱちょっとずつ福岡に近づいていこうってことで、ちょっとこう降りて仙台でどうでしょうかしかも飛行機よくて行けるから、ね、簡単にすぐ行けますからね、うん、俺でもこの選手も楽天とってもいいんちゃうかと、うん、お、誰ですか、箱山春人、はい、県大高崎高校キャッチャーです、キャッチャー、高校生、高校生のキャッチャー取っていいかなと思うんだよね、うんうん、まあ、安田がどうするんだ問題あるけどね、そうですね、でも俺は高校生のキャッチャーはね、うん、取ってもいいんちゃうかなって思うんだよね、正直10代とか若いキャッチャーがいないですね、うん、そうそうそう、うん、いないのよ若いキャッチャーがね、はい、で去年もピッチャー取ってるし、で高校生の内野、うん、で中島外野ね、はい、青学からも取ってるけど、うん、大卒社会人の内野とか、うん、高卒のキャッチャーとか取ってないから、はい、そこら辺は年齢のバランス見ても取ってもいいかなっていうね、うん、ところはあるよね、はい、うん、まあ、でも1位2位はピッチャーかな、うーん、うん、右で行ってもいいし右左でもいいしっていう感じですかね、うん、で去年2位3位で高校生のピッチャー取ってるんで、うん、やっぱりね、右の即戦力が欲しいっていうところはね、欲しいよね、だから1位2位はもう即戦、うん、大学でも社会人でもいいから、はい、即戦力投手取ってほしいよな、すぐ先発ローテーションに入れそうな方を取ってほしいです、だから今年でいうと先発がずっといたのって、はい、早川、藤井、はい、だけかな、秋篠投手が、まあ、でも中休みするやんな、もう無理やんな、ね、うん、結局そんなので、庄司が手術、うん、ポンセはダメ、うん、で、コジャが途中から、はい、いやもんな、いやそうなんですよ、早川投手も1回落ちましたけどね、まあ、1年間守って、で、またここから戦力外も出てくるからね、はい、やっぱピッチャーやな、うん、ピッチャーです、うん、先発が欲しいです、うん、だからそういったところでね、で去年を取ってるからね、高校生ね、はい、うん、それから上位はやっぱり大学社会人のピッチャーを取っていって、うん、野手どっかいるかな、意外と今いい感じではあるんですよね、だバックアップをもうだって第一も来年36だからね、浅村35、はい、島内35、岡島36、茂木、うん、が31、田中和樹31、阿部選手もいますね、うん、
ただ結構この今28歳っていうところ、でも年齢の分布はいいんだよね。いいんですよ全体的にね、はい、だからそこはやっぱ成長させなきゃいけないよね、うん、吉野とかね、はい、武藤もそうだしね、黒川20代の半ばから後半の人たちが今すごい活躍をしてるんですけど、うん、若手が育ってない感じがあるんですよね。だからこの24歳来年で大学卒業するってなったら黒川辰巳武藤だからね、うん、大卒1年目と一緒ぐらいって考えたら、はい、そこだね。あと安田をどうするかだね、はい、キャッチャーとして全然使えへんな、まあ、でも打ってくれてるんで。キャッチャーで打ったら最強だよ。そうですね、うん、守備なんて教えたら上手くなるんだから、うん、中途半端に使うんだったらもうコンバートした方がいいよね。そうですね、うん、守備ちゃんとやらしてね、うんうん、でも外野はもう小郷、辰巳、島内さん大丈夫契約今年で終わりなんだよね。あ、複数年終わりかも。あ、終わりかな、うん、はい、かもしれないです ね、うん、結構外野はいますよ。渡辺義明選手だったりとか伊藤幸也選手とか、うん、そうだね、うん、まあ、伊藤幸也さん内野、うん、でもやっぱ俺いいと思うんだよね、うん、この宇野くん、うん、宇野くん取れなかった時とか考えた方がいいですか。考えた方がいいね。いいですよね。大学かもしれないんで、うんうんうん、いいのいるんですよ一人、うんうん、また関西から持ってきましたね、うん、これ7大附属の岸本君っていうのが180センチ75キロ、うん、ピッチャーとしても147キロ投げる二刀流なんですよね、うん、でもう僕は正直野手の和田哲人君みたいな感じの、うん、しっかりこう振っていけるバッターなんで、うん、僕は野手してほしいんですけど、うん、まあ、それはもう入った球団によって違うとは思うんですけど、うん、投げてもやっぱり147キロのポテンシャル能力と、うん、あと肩がとにかく強い、うん、ショートも持ってるんですけど、うんうん、二刀流もしくはどっちなのか分かんないですけども、いいものがあるんじゃないかっていう。へー、二刀流ですか。二刀流、ただまあただ楽天の場合ピッチャーで評価してるらしいんですけど、うん、そうなんだ。他の球団はやっぱ打者とか、へー、石塚君ぐらいの評価はあるんじゃないかなって。だからやっぱピッチャーピッチャーはいは格だね、ここは、はい、はい、まあ、3人行ってもいいけど、まあ、うん、ピッチャーピッチャー行って、あと高校生の野手とか欲しいね。欲しいですね、うん、宇野か岸本ね、うん、高校生の野手欲しい、うん、あと左も取ってもいいけどね、左ね、ピッチャー、はい、高卒とかで、はい、左がやっぱりね、若い世代がいないの、左、うん、でしかももうほぼ全員出払ってんのよ、はい、1軍に、はい、2軍にあんまりいないのよ、左が、うん、だってじゃあ若い2軍で左投げてるの金島だもん。あ、どういう感じが欲しいですか。いや、それはあの伸びしろ抜群の、うん、伸びしろ抜群、うん、左ピッチャー、高校生の伸びしろ抜群の、僕は僕サワンでトップクラスだと思うんだけど、これ北昇の高橋君ですね、うん、左、はい、そっち派。北昇をしたい。俺は、うん、金渕君。金渕くん、面白高大一高、青森、あ、うん、お東北から、うん、地元東北だから、うん、確かに青森、うんうん、左はいいんちゃう、ね、いいですね、おう、うん、下位でね、うん、下位で取れれば、うん、下位で素材の面白抜群のピッチャーを5位、うん、6位で取るっていう、うん、だからやっぱ左投げいないね、うん、そうです、去年も、はい、その小蛇しか、うん、だから高校生の左はいいよね、はい、だから高橋、金渕ね、うん、はい、この左腕ね、はい、しかも上だからね、うん、北海道で東北だからね、うん、そういった意味では下位で残ってたら取ってもいいよね。取ってもいいそうですね、うん、はい、そのやっぱ右がね、うん、だから多分右が少なくなるから、この高校生とかの去年右取って育てようとしてんだろうね、うん、でもそれではもうちょっと時間かかるから、はい、即戦も取りながら、うん、で左のピッチャーは高校生取って、はい、野手は大丈夫ですか。だから野手はだから宇野くんか、はい、あの島田君、うん、はい、ワンチャン上位で石塚、あ、それでもいいと思うんですよ。あるよね、だから2位とかで、うん、はい、2位とかで、うん、バシッと1巡目でいいピッチャー取れれば、はい、もう2位で石塚君取って、うん、で3位ピッチャーの4位ピッチャーで、うん、で、ね、そこでまあ4位ぐらいでその高校生の左取ってもいいや、はい、で5位6位で、まあ、キャッチャー余ってたら取るとか、うん、っていうのでもいいよね。はい、うん、うん、すごくいい気がする、ね、はい、あるんだよそれ。ありますね、1位でバチコン取れればね、はい、その袴田さんが言う、うん、あの中村君とか、中村君とか、うん、まあ、俺が言う篠井君とか、はい、で先生の岩根君、はい、まあ、誰が来るか分かんないけど、はい、そこら辺バチコン取れたらね、うん、2位も余ってたら石塚君さっそう取って、うん、はい、うん、で浅村をファーストに回ってしてもいいねって、はい、正直来年ね、うんうんうん、もしくは DH とか、うん、でそこでサードで石塚入ってもいいやん、はい、村林がショートいるんだったら、うん、それいいね、いいですね、そのための中島っぽよね、はい、中島選手ね、あ、うん、
いやもう外野ここでね去年で埋まってるんで、本当に高校生の右の外野内野手って少ないんですよ、この新田の高校生本当限られてるんで、金沢の子がいるんですけど、早く取った方がいいと思います。あ、2位で石塚君いいな。ピッチャーはいるんで、うん、数は、うん、だから誰かしら取れると思うんで、うん、その戦略はすごいありだと思います。ね、うん、これいいね、うん、それでいこう。はい、それでいきましょう。勝手に勝手にわー楽しみだな、うん、まあ本番ね、はい、どうなるのか見ていきましょう。はい。